安田純平氏が解放されトルコ当局のアンタキアの入管施設にいるとの情報がもたらされております現在トルコ当局等を通じて人邸関係を確認中でありますが諸案の情報を総合すれば安田純平氏本人である可能性が高いものと考えられ